なんじゃ野菜は。春の野菜。キャベツ。アスパラ。緑ばかりじゃん。カラバ。あら、ハワラバンはいらんかね。ハワラバンはいらんかね。お日様よ。あらじゃぞ。ハワラバンはいらんかね。暖かいなあ。あ、これじゃカラバンもろた。もろた。よかった。まあ、我らは名古屋おもてなし武将隊といっての織田信長様を筆頭に、わし豊臣秀吉、徳川家康、前田利家、加藤清正、前田慶次、この6名の武将と4名の陣笠隊でなっとる。なぜ400年前より蘇ってきたんじゃが、なぜ蘇ってきたかというと、この名古屋を世界一の観光都市にするべく我々は参ったのじゃ。なんか賑やかいな。あ、家康殿か。で、なぜ、まあ、の、もう世界一の観光都市になるのもほど近いんじゃな。もうすぐになりそうなんじゃな。なぜかというとな、まず世界一のプラネタリウムがあるな。そして南側の興味を引く名古屋飯というものがある。そしてもう一つ世界一ができる、それがこの名古屋城にある本丸御殿じゃな。本丸御殿が完成すれば世界一の木造建築物になる予定じゃ。2018年に全てが完成いたすでな。その際はな、パッと行こう。パッとな、みんなでパッと酒でも飲もう。なんじゃ、おごってくれるんですか。当然です。そこが変するいいね、もう知らん顔だよ。もう聞こえない、もう聞こえないって。聞かざるじゃん、聞かざる。あーとパートだ。こんにちは。じゃあ、さあ我らは名古屋おもてなし武将隊というのじゃ。これでもろた、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 はい、もろたもの、もろてないもの、はい。そうじゃ、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。太閤じゃ。ありがさんじゃ、南な協力してくれてな。うん、あれやってみたかったんじゃ。お、刑事、刑事いや、そのー白振り愛しとるぞー。まことですか、あんなに側室を持っておった方がおっこいたりして愛しとるぞと。愛というものは別に男女関係ない。ああ、いろんな形があると。そういうのは好きですね。愛はいろんな形があるみたいな。そうなんだ。そういう変な話好きですね。変な話。愛というのはみたいな。なんか最近わしハマっとる言葉。あまただ。またほじくり。あ、開いた。あ、何？開いた。開いた。どこ行った？レンゴ、これかっこよくないですか？早く結んでちょうだい。こうやってなんかかっこいいかなと思います。やめよ。泥がつくだけ。いや、ちょっともう少しここでやってください。ちょっと後ろ向いてください。ちょっと分かりにくいんで。あ、すみません、すみません。今、この前に。あ、違う。何をやっとるんだ。ほどけと言っとらん、わしは。誰がかぶけと言ったんだ。かぶくし、ほどくし。娘、娘。やったー。
だっけ。レンガ。なんじゃ。見事に見せました。やめてちょっともう。軽くなって。いかがいたしましょう。これが2016の結び方中です。え、良いな。よくないわ。当選結び。さようにございます。当選の流行りにございます。これが。いや、これこれのかかり太鼓も何もできんくなるぞ。いや、用意ではないですか。つまり玄関歩く必要もないということです。顔に乗れば良いのですから。ああ、誠じゃな。誠に言っとる。左右にお願いします。わし行軍もカゴで行くぞ。用意じゃないですか。で、ちょっと今は歩いてもらわないといかんので一応ほどきますから。これどうやってほどくんだっけ。いやー、玄関。なんじゃ。頼むぞ。いや、もう殿下の愚足はもう豊臣秀吉殿には歩いていただいて、ぜひとも名古屋の民、そして名古屋に参りし民に出ていただきと。ああ、そうだな。いや、名古屋の民はやはり元気じゃな。さようですな。大阪の民も負けじと元気なんじゃな。大阪の民は元気でござる、うん、大阪からやってまいって余地も手を挙げてみ。あ、おるな、一人。あ、意外と少ないね。この少ない時にはこうじゃけども、もう少しおったらこうじゃろうの。大阪の者たちは、ワイヤで、やはりワイヤで、ワイヤで、ワイヤで、もう少し大きい。やめてしょ。ワイヤでって言うから、滑らすなや。思いとどまったんじゃから滑らすな。やめてちょ。特技ではございませんか。そんな特技らんわ。刑事いつまでやってんの。他のところも気になっていたしかない。何をやっと整えたりとか、この毛並みを整えるしまった。確かにな、刑事は身だしなみがあれじゃからな、かぶいとるで気になって仕方がないじゃろ。大事にございます。大事やな。あれ、あ、なんか聞こえるな、いい音楽は。まだね、聞こえませんか。雑音。いや、これは前田刑事の利松殿が登場する時の左右にございます音楽。あー、スマホのモレアム登場音楽、登場する時にこれがかかるということで、それぞれ6部署をこのような音楽があって、殿下じゃと、デデデーみたいな。デーデデデーって。わし音楽でしないで。音の高低差がなんでそんな。デデデデーみたいな。最後まで歌ってる。いやいやいや、豊臣秀吉公。デーデデデーデーデデデデー。なんじゃったわし。でちょっとおじきの前田俊彦の。ああ。あれ、それ俊彦か。おじきです。あ、あれじゃ家康殿の。家康殿は。家康殿は殿下の口からやってもらった方が。いやいや、今お主からやった方がいい。違う、私がいいです。デン。ディン。ちょっと待って。年上と家康の違いがわしらには全然わからん。ではもう一回わしのやってみて。デン。ディン。でさ。で、年上は。デン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 。全然わからん。わしのは、ダン。ダン。ダン。ダラー。ポンポコン。いや。あ、そこは好きです、わし。ルル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 出すとこは好きなんですが、それはもしや北キツネを呼ぶとルルルは好きなんです。もしくは、もしくは黒柳立てる長寿番組ルルルルであるわしのと年との連続で両方言ってくれるか、頭のところだけ。せーの、デン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 。それ年へと。これおじき。あ、今絵も来るのでやってみる。マジやってみる必要ないじゃん、企画したんじゃん。年へ帰ったらわし登場したくないらしいな。じゃあ、あれにしてくれ、ケイジ。あの、わしらがじゃあどっちが家康殿ので、どっちが年へとの年家のやつか、
あのわしらが当てるでちょっとやってみてちょうか。ああ、良いのね。最初は簡単な部分だけ。モンド、モンドで。そんな簡単なもので。冒頭の部分だけ。そんな簡単な、もうこれ。私たちも挙手制で参加いたせ。家康殿と殿下にもお伝えしたいのですが、武将博というもので、検定があるんだな、武将隊検定。もしかしたらわしこれ出すかもしれない。わし試験官やるんですな、これ。わしもじゃん。さようでございました。さあ、では。参ります。せーの、てん、てん、てん。これ、1で。これ、1で。いいですか。で、参ります。てん、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 てん。あー、なるほどの。最初の音だけではわからんが、その次の音でわかるな。お、後者が、トシエドの、前者がわし。上げさせてやれや。素晴らしいございます。だからこのように武装だけその最後の部分を抜いてやらんといかん。最後の最初の部分だけデンだけいや、そんなことかデン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 。でも、いや、待て5つの音ダンしか言ってはならん。その範囲でこの者たちに違いを分からせると、いった問答に出そう。ああ、また5つまで5つまで年と縛りがござるわけ。さよう、さよう。さあ、では参るぞ。参ります。ダン、ドン、ダン、ドン、ドン。それが1。これ1です。2はデン、ドン、ダン、ディン、ドン。似とるじゃろ。ものすごく似とるじゃろ。もう違いがないと言っても過言ではないじゃろ。分かるわけがないと思ってるじゃろ。さあ、では一つ目のが前田利家殿の登場曲であると思うもの手を挙げてみ。ではわし徳川家康であると思うもの手を挙げてみ。では二つ目が前田利家殿であると思うもの手を挙げてみ。二つ目がわし徳川家康だと思うもの手を挙げてみ。分かれたの、分かれたの。若干前者が利家殿と思っとるものが多いようじゃ。正解は前者が家康のですな。俺全然分かったなと思ってた。わしは当たったな。じゃんというか分かるわけじゃない。当たるとしても2分の1だって半々の者たちが。でも武将体検定はこういったものもやっていこうかなって。やるか。もっと身のあるものを。そうですか。いや、勉強はしとるの、主らは。あ、検定に向けて。そう、検定向けてか、各な大河集めたの問答、各隊から集めた問答がで、わしらのことだけ調べてもダメじゃぞ。取れん。うん、わしらだけ知っとっても取れんで。日の元にあるこの我々戦国に世に生きた者たちの歴史を知っとらんと満点は難しいと思うな。満点取れたらわしから、うーん、馬ですか。何をやろうかな。では河原版をやろう。じきじきに。もう100、あ、では満点取ったものはわしの満点の笑顔をやろう。そのものだけに目の前でやるでな。ちなみにどういったものでございますか。いや、これやったらもったいないで。これはみんなにやっとるだけでそのものだけ。いや、ここすダメじゃん。いや、もったいない。いや、じゃあ家康殿だけにやる。あー、なるほど。満点の笑顔。満点の笑顔。満点の笑顔。あー、あ、そっち方向かと思うよ。そっち系ですな。むしろ秀吉殿のことが可愛いと思う可能性の方が高いですな。おー、満点じゃないですか。あ、そういった意味で満点やもしれないですな。そうじゃん。ということで、みんな頑張ってちょうよ。ぜひとも。まあ、他にもいろいろと催し事はござるゆえに。正直でそんな価値がないという人は出さんでもないですが。そんなことないじゃろ、主。まあ、確かに、うん、まあ、そういった状況自体が大変。いや、絶対そのものが、そうなんじゃ。まず状況が貴重。状況そのものだけ特別にやる。あー、なるほど。まずこの一つ、日の本の民は期間限定に弱いで。あ、じゃあ関係数量限定の何でもいいわ。限定に弱い。満点取ったもの限定とかのそういうのに弱いです。ああ、なるほどなるほど。あ、
その武将博で関連して申しますと、この武将体験って受ける際に参考にできるものがござって、太閤義塾というもの。太閤義塾あるな。まあ、この校長先生なるものになるんですか。で校長先生なる、それだと長になってしまうで、まあ簡単に言えば、まあ教師になるような感じだな、お主らで言うな。では刑事、はい、出席を取るぞ。は刑事、は隊長は良好にございまする。良好か、よし。さあでは名古屋おもてなし武将隊検定をいたすぞ。はっ、ええか、わしら日記帳なるものを書いておるな。は日記帳なるものを書いておるんじゃが、年間更新回数はいくつじゃ。これは去年1年間なのかな。あの太閤先生、おう、何じゃ。徳川先生にお尋ねしてもよいですか。先生二人おって今教鞭に立たれるのはお二方ということで変えられたぞわし。いや徳川先生、何か全てを教えることはできんが、は寒きサザンカとでも申しておこう。あーうまい。さあでは答えは3833。あー違うわ、ちゃう。殿下正解オーバー。正解は3633じゃ。これ分かったままだったか。サムキサザンカ、うん、分かりやすかったと思う。8はどこから来たんじゃ。そうじゃな。続いて、では簡単なところからいこうかの。あ、待ちでは、この河原版、我らの情報が載っている河原版の織田信長様の春のおすすめは何じゃ。はっ、おあちら、西の前の上がった先で桜が綺麗、ゆえにここを歩いて参ろうぞ。正解じゃ。よしよしやはり信長様への愛がな届いておるというわけじゃない。え、一人なんかおかしいのおると。え、一人おかしいの。おう、初代江戸幕府将軍徳川家康。それ徳川先生のことでは。民のために耐え忍び、民の夢を叶えるべく尽力され、長く続く太平の世の礎となる春のおすすめ、名古屋城、別名金シャチ城、金のシャチホコは東西南北の四方から見るのじゃ。名古屋の四方がこの地を語らん。春関係ない。春関係ないじゃろうのし。そうですな。関係ないですな。何がなぜこうしたんじゃ。四方とかけたのか。いや実はこの春は特に今見ても分かるんじゃがな、正門あたりから見るとこの西日が当たって、この柔らかなもう合成写真のような天守閣が見えもうす。ああ、それも含めたこの金のシャチホコの輝きかな。特にわしは西北あたりから見た輝きが大好きであって、その季節ごとに輝きが違うのじゃな。だって夏よりも冬であるとか、今の季節、春を迎えるような季節の方が空気が澄み渡る。見てみよ天文を。秋も空が高いと申すが、わしはな、冬、春を迎えるまでのこの空が一番好きなのじゃ。そういったところで、まあ春のおすすめというふうに少しこう遠回しに言っており、四季折々のまあ金の社長のこの四方から見る、こういうことを言いたかったんですが、まあうまく言えとらんってことですね。完全に失敗。失敗。いや失敗ではね。失敗ではね。失敗したものを配っとるのですか。さよう。さよう。失敗こまれとる。失敗ではねやぞ。もう恥をこう飛ばしまくっとる。いやいや、でもまあわしは。ちょっとイエス殿。なんでございます。これはあかんぞ。お主の兜のしかみがわしの春のおすすめの欄に入っとって
わしい開業されとるじゃない。喧嘩良いですか。もう何やっとるんじゃあるし。どれ兜なんて。これは。山臭いの。気づいたものおる？これはいかように弁論いたすか家康殿。もう家康殿弁論ありかできるのか。そんなこと申したら豊臣秀吉殿。ああ何じゃ。とんでもなくたくさんの分量を やめた方がいい。包丁のものを織田信長殿の信長殿の枠の中にズーンと包丁のものが突き刺さっていますぞ。見る見る。知っとるか私たち今見たい予知者おるか。私が渡してやろう。めんどくさいでやる。ナッツも入ってる。ムシラで配れ。やりよと。あ、やりに行ったら。見たいものあるか。ちょっと待って。あやってしまったな、清正さん。みんな好きなように数えてた。まあ、ということで、こういった細かい楽しみ方もあるんじゃな。わし今、まあ、この河原版の内容は、まあ、ご存、わしらからすればもちろん存じとる話ばかりなんじゃが、こういった見方も面白いな。こう確かにちらほらと角度を変えて、うん、やはり名古屋の魅力というのは一つだけではないですな。一つだけではにゃ飯や名古屋城だけではなく名古屋の魅力他には何がありますかの。わしよくのそのおすすめとるのがな、ほうほう、やはりプラネタリウムじゃん。プラネタリウム。そしてまあ名古屋飯つながりでいくとエスカ、うんうんうん、なるところ。なぜ名古屋飯というその言葉を出したかというと、エスカの地下街に行けば全ての、まあ、ほぼ全ての名古屋飯を網羅できるほど店が入っとるんじゃ。なのでわしよくどこどこの名古屋飯何食べたらいいのかとか聞かれるんじゃな、観光客に。わしから言うのは簡単じゃ。わし今味噌カツがやはり好きだので味噌カツを勧めるんじゃが、カレーライスでもえっ、豊臣秀吉殿はカレーライスが大好きであると思されるが、わしは一度たりとも見たことがない。これわしのなちょっと面白い癖があってな、本当に絶対面白くないやつ。違うじゃん。それで笑ったためじゃないですぞ。あ、聞きましょうぞ。ぜひとも頼みます。着眼点、視点を変えた面白さがあるんだが、わはは笑う面白さではなく、だいたい面白い話するぞって言って結果的に面白いことなかなかないから。違うんじゃん、違うじゃん。そういう面白さなではないんじゃ。要するにわし興味深いという面白さがあれば、いろんな角度がありますな。わしな、まことに好きなものというのは面前でな食べたりしないのじゃ。まことに面前での食したり飲んだりせんのじゃ。なぜかというと、その幸せな気分を一人で共有したいという願望が強いんじゃな。どっちですか、一人で独り占めしたいのか共有したいのか。一人で共有したいんだよ。結構共有したいんだよ。どっちですかの。一人で一人で占めしたい。うん、独り占めしたい。牛耳りたい。牛耳りたいんじゃ。これはもう癖じゃな、わしの。今の話で納得できたよっちゅうもの手挙げてみてくれるか。納得できんよっちゅうもの手挙げてみてくれる。こんなに納得せんじゃん。わしも改めて質問したが、それはそのまあ理解しがたいというだけで、そういったまあこともありますな。おそらくは人それぞれ。本当にカレーライスはお好きですか。これは誠に好きじゃん。カレーライスは大好き。最後に食べたのはいつでござるか。去年の4月4日。今食べておらず、蘇って最初に食べたのはカレーライスで、今まで一度も食べてないのはそれは大嫌い。一回食べて美味しくなかったから食べてないんだ。そういう意味でござろう。あ、そうなってしまうな。いや、これは誠なことではないんじゃが、いやでも先週のもう足頭がおかしくなって大丈夫かイエス殿。何が家康殿のせいじゃん。足のせい。さて最後に食べたのよ。最後に誠の誠のじゃな。
誠は、先週の先週いや、嘘でござろう。先週の江戸遠征行った時本当でござる。誠じゃ江戸遠征行った時カレー食べた。うるしい見とらんだけでな、いろんなことは起きとるんだぞ。確かにそれはそうでござる。じゃあ24時間は死のこと見とらんじゃろうね。しいやいや見とらんじゃろ。いや見とらん。じゃあ何がこんだけ見とるだけでこんなにやったのか。いやいやすごいね豊臣秀吉殿、すごいぞすごいぞ。豊臣太后殿下とわしはイタリア国でずっと一緒におった、すごかったぞそうじゃな。一つ選択の話だけしてもよろしいでございます。ダメじゃん部分的にまあまあまあ、では部分的にお主がな、そう精査して話すんであればいいぞ。太后殿下は新しいものが得意ということで、イタリア国に行くとじゃな、選択事情が変わるわけなんじゃ。特に我らはからくり、このからくり洗濯機なるものあるじゃろ。そういったものも一部この操作しなくてはいけない場面がありましたな。あ、そうじゃなかったの。その操作する場面においたときに、殿下がわし得意だでいたしていただいて、このイタリア語しか書かれておらんのに、もうその文字が分からずとも分かるということでやっていただいて、確かに動きもしたな。動いたな。しかし何度となく脱水し、またべしゃべしゃにし、また脱水し、また水を流、もう何度となくなるがゆえに、太后殿下もう勘弁してくだされば。徳川次郎三郎もうそろそろこの脱水をし終わるじゃろ。脱水さんおるる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 この回ったのがだんだんこうタッカッ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 ガツンと回す。さあ終わったと、ああそうじゃ終わったと回すとシャーまた濡れ出して、例えば20分後ぐらいですかも、タッカッ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 タッガツン、じゃあ何度となく繰り返すがゆえに、太后殿下お頼み申す、新しいものが得意である太后殿下お頼み申すと申して、これは一日中続いていっては、もう精神的にもあれであるけどお頼み申す。そして太后殿下お頼み、ではこの申し訳ございませんが、このからくり機見ててくだされと言って、こうわしは別の戦場に行き、そして帰ってまいったら、なんと太后殿下がまだおって、それでわしが帰ってきた、帰ってきてわしがまあ別の部屋に参った時に、ああちょっと太鼓だから、ああいや、そのわし頭がおかしくなってきた太鼓で、なぜかというと、これが、まあ、例えばからくりじゃとする、それでからくりの、まあ、でこう開けて太鼓殿下がなぜか知らんけど椅子まで用意してずっと見ておったぞいやいや、待ってくだされと、それの面倒を見てくださいという意味合いであって、何もこうやっても何時間もかかってわしが帰ってきたら最後であんたすげえとどうしようと思う、当たり前じゃそんな何時間もかかってもなくあーくるくるくるくったくったったんじゃーくなったみんなずーっとやっておられて、太鼓殿下おめでとう、頑張ったな最終頑張った頑張った最終的には我はどういたしたかというと、もう強制的に止める、強制的に止めないようになっとるわけですな。あーそうじゃ、だからあれは難しかったですな。なんで太鼓殿下強制的に止めるうち言って、もう本当に固いやめてくだされ太鼓殿下とにかく不器用やめたまえやめたまえ、いや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 面白かったな。あの時はもう本当に殿下と過ごすと暇がない、いや楽しかったな。楽しかったですね。初めてわしがお主を、お主が歌詞にならんならんと言うで、もう1に人質、2に人質ってこうずっと送っとったのを思い出したわ。で頭抱えたじゃろ、その時もまた人質来て、早く上洛してちょうよと、わしの前で頭下げてちょうと、太后豊臣秀吉のが家臣になりますと言えということで、ずっとわしこの者に人質を送っとったんじゃな。
朝日姫な、わしのな兄弟じゃな、そして母上なんか大満どころもこの者に送ったんじゃ、もう頭抱えたじゃろあの時。サイオですな、あの気持ちが分かった、そのカラクリキ申し訳ございません、それもよく分からないとにかく豊臣秀吉とのいやもう秀吉殿がこうご起床されるときにはよくわかるのじゃ。だって別の部屋であっても大光殿下が起きられるときはもうわしの場合はわしはこう割とあこの朝あなんじゃろうな、そんなにこうまあ孫つくんじゃが気持ちの変化はあまりないのじゃ。だってこうこの起きたらスーッと動くんだけども、大光殿下は何か毎朝毎朝何か地震でもあったかのようにガーッて起きられる速さで起きた瞬間からものすごい速さで動かれる、早い。よくそれで精神持つな私は思い申すが、いや誠よ誠に。 だって別の部屋で折ってもあったい子殿下起きた毎回わかるのじゃ気づくわけじゃん。こんなに落ち着き、今のように落ち着き払っとるような状況ではないですか。毎朝あの敵襲やのことしな、敵襲が襲ってきたかのように毎朝起きられる。ほいでこうなんでわかるかちゅうと、この我らのように布団敷いて寝るわけではなく、あのベッドなるものに乗っかって寝るじゃん、あのふかふかいたしたあれイタリア国で、まあ、住まいした時もあれに、まあ、大変お世話になったんじゃが、大光殿下が起きられないからゲン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 って音が聞こえるあれぐらい、いやあれはもう本当に休まる時なしだ。いやこのその精神のおかげでわし出世してった。確かにそうだと思いますぞ。起きたその瞬間からもう 全力で動き出す。あ本当に全力で頭を使ってこう動いとるで、さすがであるなと思い申したわ。いやさすがというか、もうさすがの両局面というか、もう見とってくだされというその見るという、おそらくこの漢字で書けば違うわけじゃない、この様子を見るとか、そういうこの看病するのを見るでもないけども、そういった意味でずっと見とるだろうと思わなんで、頭おかしくなってきた。いや本当に申されましたな。いやもうしたもうあんなに頭おかしくなる遠征は初めてじゃん。本当に大変じゃった。イタリアはいろんなことがあっての休まる時なかったら、もう演舞ではもうな大体客もあり、わからんものはまあ誰かに聞いてしょう。そして創造と破壊がありその後のなんじゃもうなんていう真羅万象ではないが、こうもうすごいんじゃあれなあ家康殿。なあこの空気感で会話渡されてもありもうすぞ。まあしかしたくさんいろんなことがあってな、我らとしては嬉しいのは、あの我らがまあ愛知県および名古屋市を発信いたしておっての名古屋飯をよく食べてもらったんじゃな。その中でも一番分かりやすく美味しがってもらったのは手羽先であってな。なるほど、異国にもバッファローウィングなるものがあってな、とてもよく似た料理があるようじゃ。それから我ら日本人にとっても年枝のあの手羽の唐揚げというのは我らにとっては養殖のような感もありますな。確かに海を越えた食べ物のような。そうです、であるがゆえにイタリア国の者たちもこれからバンコクに強いし、さよう、なるほどの者たちもまあ喜んでくれたというのがわしは嬉しいなと思いましたな。よかった、よかったですな。そしてなんといってもその我らがな演舞をさせていただいておった舞台があった日本館はなんと各国のパビリオンになるこのなんていうのかな、代表する建物があるんじゃがな、そういった日本館なんと金賞を受賞してな、おー素晴らしい、素晴らしい結果が出たということで、そんなところで素晴らしい対応させていただいたということ。あ、大きい声で言ってくだされ、わしのおかげ。言うわ
余裕じゃろ。余裕はさすがじゃわ。ありがとう、さすが。かなわんか。よう言わんわ。よう言わんかわし。どうしたらいいわし。わし？わし。ああ、豊臣秀吉殿？いやいや、そのままで良いと思います。秀吉殿もう結果が出て、秀吉殿という御仁でもう結果が出とるがゆえに、もう変える必要はないんではないですかの。そうじゃな。変わらんぞ、わしは。いつでも。この調子じゃ突然疲れ申した。さっきと声の大きさも違うし。急に年取りましたな。確かに。どうした？あれ、こっから見ると顔だけ見ると、お二人の顔だけ見ると白黒映画見とる。白黒映画。言ったらあかんこと言う。わしはいいんじゃけど、こっちやな問題は。なあ、いやだから殿下は白い言われとるわけですよ。私が黒い黒い言われる。いや、あの、それはわかる。ね、うん、わかるぞ。こたびも、なんかダメなのか嫌なのか人形を作ってもらった客人がな。あー、おったおった、わしも見せてもらったぞ。あの、すごい可愛らしい人形なんだけど、問題は真っ黒。それ複雑な思いでございますか。可愛らしいんじゃん。ありがたい感謝はあるけれども、ああこうやって見えとる。客人が、あ、こんだけ黒く見えとるんだ。いや、わしはしかし年江殿はめっぽう男前であると思う。さようか。うん、ありがとうございます。なぜわしは、あの、以前にも言うたかもしれんけども、前田利恵公は加賀大納言殿は、うん、現世でいうイケメンではないやもしれん。なるほど。現世の言葉で一番近い言葉はわし発見したのじゃ。ハンサム。これ知恵殿はイケメンなるものとハンサム殿じゃな。ハンサムとどういう違いがあるか知っとるか。いや、だから定義があるらしいんじゃん。おうほうほう。イケメンというものはいわゆる、付き合いたいという相手らしいんじゃん。おうほうほう。そしてハンサムは結婚したいらしいんじゃん。およー、よかった。私より良い評価ではございません。財があるから結婚したい方になるのかな。のですな。眉毛も立派じゃし、確かに晩年のな、このまま年取った姿じゃないけど、今は割と若めの姿をしとるけれども、多分一生ハゲない。ただ400年前は少しだけずり上がっとったけど、また400年の時を超えてこのおでこがクッと下がった。クッと。ゆえにこう 毛とかはな、丈夫なんじゃ。これ結構危ない橋を渡った話をしておりますな。また確かに、これはわしもどこに飛んでいくかわからない。この辺でやめたい。この話は毛の話はやめよう。なんで毛の話になったの。なんでその危険な不安な雰囲気だけ残して消えたの。会話を、まあしかし年江殿はそうじゃと思いますよ。例えば年江殿のこと、あ、誰だに似てござるというふうに言いながら去る者もおるしの。先、つい先ほど聞いたのは金城武しか。違うのじゃ。金城武氏殿のことを金城武氏と申したのは太閤殿下の面白いところ。わざとわざとですな。わざとじゃ伝わらんな。あ、ではわし行こうかの。シートの前か。ああ。ああ、面白い。気持ち行きたい。これをですね、届けに。どこに行くのですか。あ、これは、あの、触れ合いをしたいんだ。サンタのごとく、こう、煙突から入れてですね。ひら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 。燃えとるじゃないか。燃えとるじゃないか。煙突から入れてよ。そしたら、そっちの家に、煙突からひ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 ら。それではあかんじゃろ。資源を大切にせよ、虎之助。さようですな、うん、いつも大切にしております。どういうこと。信用できんな、信用できんな。まあしかしながら、この金城というのを金城知っとるよということですな。ボケですな。ボケじゃん。いや、金城武士殿もそっくり。いやいや、からそっくりじゃない。向こうがわしに取るってことですよ。ああ、もちろんもちろん、もちろんそうですの。いやいや、現世のな、お主らの年齢たとえ60超えとろうがわしらにとったら小娘じゃからな。小娘、小娘、小娘、479な。おなご限定ではございません。小娘に似とると言われたことあるんですか。だいたい子供な
ならまだしも小娘よ。だからボンじゃろ。ボン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 だろ。ワッパのコワッパコワッパボン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 、 ボンとかじゃん。金城、金城か。いやだって金城たけしもそうですよ。他のものもボンですよ。ボン小娘ではないです。間違えた。ああ、なるほど、単純な。先ほど申しておったのは若き者たちが早見もこみちだな見とるよと。早な、ただ言われたことござるか。何回かな。あ、わし聞いたことある。ただ、うん、一番言われる確率が高いのは、ほうほう、藤岡弘。し若い頃の藤岡弘という御人がおるらしいんじゃ。それがどうもな、わしにそっくりらしい。性格も似とるんじゃねえか。まっすぐでどこかこうやっとるらしいの。剣術とかをあらゆる武道の達人であると、有段者であって、そしてどこかこの平成のように見つかわしくないぐらいのこの古き良き勘をその人徳と共に備えておる。今ちょうど真田丸出とるって。真田丸のなんじゃ本田忠勝馬鹿橋。そうか、そうだ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 らしい。最強の源すごいな。ゆえに、まあゆえに年取るのは若いがゆえに、若い頃の藤岡弘なる御人、それとも秀吉とのは熊野プーさんかテントどっちか。どっちかっていうとテントの方がいい。テントの方がいい。まだわし熊から離れんの。あれ、ご覧のわしにとるの。こんだけ首かしげる。おらぬのか。年江殿が例えば金城武殿や、あ、ほいか早見もこみち殿や、ほいから藤岡弘殿に似とるということはわかるのかな。それは納得できるのか。秀吉殿もそういった似た御人おるよということか。おらんか。おると思うか。あんまりおらんのじゃな。クマムシキラキラ笑う。なんじゃ、モーセモーセ、こたびはブレイも許すぞ。なんじゃ、クマムシの人らしいです。クマムシのあったかいんだけど。いや、それ最初の方言われたな。あったかいんだからの。あ、言われた言われた。 あと西田敏行殿。いや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 、それは西田敏行が、いやいや、いや今殿下に対して失礼なことですよ。そう、そうじゃな、今のはやめといた方がいい。危なかった。腹を切らないといけない。切ってちょ。ええよ、もう五大老だよ、もう徳はいいやつのもの。ええよ。おほう、ええよ、もうわし、あ、さま、五大老だ。お前が一番頭が遠い。違います。最後までこの将棋を温めておく。さあ、皆の衆、何でしょう、結果座らないという。座りますか。温かいです。あったかいんだからです。もう今の違うんだな。あれ帰らんと。確かに。もうです。もうその後とわしまたラジオじゃから。あ、今日もうこれ急ぎ、もう急いでいかんと。鉄籠に乗り。さようですと。あ、急いでいかないといけないんだよ。みんなにお前犬触ってんだよ。かわいくて分かんない。今何時じゃ。もう4時半ぐらいやろ。おい、これはええりゃことですな。だって50分まで向こうに使うんだよ。今ほんとに50分、40分、40分に50分、40分に50分、40分だろ絶対。どなたさま、行けます。さあ、改めてミラノ衆、全員部ありがとうございました。まあ天候にもな恵まれて、ライブ温かい気持ちで演舞を過ごすことができたし、そして多くの民がな、あ、我々の姿を見てくれて、そしてお主たちが人を呼んでくれたというふうに思っておるゆえに、いい十二演舞ができたと思っておる。まだまだこの先長く続くけども、まあ一つ皆々の思いがこうわしに届いたということには改めて感謝いたす。まあこれからも止まることなく前に進むゆえに、まあギリギリまで笑顔で参ろう。あな、
さあ皆の衆、こたびありがとうさんじゃった。ではまたおさらばじゃ。たくさんリスイートしてな。午前も拡散だった。午前も拡散だね。お家帰ったらね。ありがとうございました。失礼いたしました。ありがとうございました。本日は夜9時から戦国を歌いまき、ぜひ聴いてください。